ちょっとやってみて。どんな感じ？うん。ゆうまのパニコースチャンネル、さやかです。結構久しぶりな登場ですよね。はい、はい、自己紹介お願いします。まさと申します。お久しぶりです。まさくんです。よろしくどうぞお願いします。ちょっとまさくんお誕生日だったということでございまして、はい、先ほどねちょっとお食事にうなぎをごちそうしていただきました。うなぎだから大好きだと。大好き。もう夏はうなぎ美味しいよね。めちゃくちゃ美味しい。何やろうね。まあそんなまさちゃんと今日はですね、まあ私たち芸の夏の過ごし方いろいろと話していこうかなと思いますけど、毎日暑い。暑すぎる。だからこの前フィンランド行ってきたんですよ。夏ちょっと休みというか、うん、フィンランドって涼しいの？今そう、今ちょっと涼しい気持ち10じゃ最高気温22度とか。あ、じゃあ全然東京よりは涼しいやん。そうそうそう、10度ぐらい違うんですよ、うん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 、で私北欧というかヨーロッパじゃ行ったことなかった。初で、うん、今日初めてでよかったっていうぐらい街も自然もいっぱい綺麗しえ、どういう感じだ。人もいっぱい観光地。そう、ヘルシンキっていうのが首都で、はいはいはい、その近くの空港で降りて30分ぐらい電車で市街地に出るんだけど、うんうんうん、そこのヘルシンキの、駅の目の前のホテルに泊まってて、うん、で結構都会よ、はいはい、まあ、言ったらなんていうの、その買い物できるとこいっぱいあるし、うんうんうん、あと教会とか寺院とかマーケット、あと船が出るとこのその港の時にマーケットが出たりとか、うんうんうん、あとサーモンスープ美味しかった。サーモン美味しかったよ。サーモンスープ、あとシナモンロール、ここ美味しかった。シナモンロールね、さっきお土産いただきました。いいやろこれ、ゴロゴロのシナモンロール、うん、そうすごいよこれ。一口サイズというかちょっとこれぐらいあるけど、うんうん、食べやすくて。後でいただきます。まあ海外行ったらさ、和食以外のとりあえず食べようと思うやん、うん、日本帰ってきたら食べれるからと思って、うんうん、最初はとりあえずサーモンスープがほんま始まって、サーモンスープが始まりで、めっちゃ美味しいやーってなって、でシナモンロール食べたり、白いご飯食べない。白でご飯がない。パン文化だからやっぱブレッド、ブレッドご飯がないから、ご飯が最後はやっぱ恋しくなった。ステーキ美味しいとかある言うから、うんうん、私ステーキと絶対白ご飯食べるから、はいはいはい、白ご飯食べようとか言うたら、ね、うん、しょうがなくないよパンちょっと物足らん、うん、でも味自体は美味しいけど、美味しいのよ、すっごく、うん、ヨーロッパもいいなって思った。カモメやシマリスやウサギやらがおんねん、そこらへん。え、もう目の前に、目の前に公園とかそこら辺のコーヒーとか飲んでコーヒー飲みながら、ウサギはもうウサギもう、うん、話しかけてるそう、あとゲイクラブ、うん、行ったりとか、ゲーバーとちょっと行きたいなっていうのがあって、4軒そのヘルシンキには。そんなあるんや。そう、結構なんかおしゃれだよね、やっぱスケルトンでこう、外からも見える結構オープンの、結構どの店もミックスバーやった。あ、そう、女性の、そうそう、レズビアンの子とかもイチャイチャしてたりとか、あとやっぱいいなのね、やっぱ音楽ね、みんなわー踊るわけよ、共通音楽っていう世界共通。ああ、日本でもね、そうそうそう、クラブは一緒やと。いいことやなと思って。人もいっぱいおったの。いっぱいいましたね、最後金曜日の夜も味わえたんで、そうナイトクラブなんかすごく派手で、ね、今白夜だから夜は長い。夜、そう、夜が長い。昼の夜中の1時ぐらいもずっと明るいわけよ。あ、じゃあ遊びに行ってる時間帯は明るい。明るい、変な感じやで。すごいね。ほんでまた朝の4時5時ぐらいがもっとブワー火出てくるから3時間ぐらいしか暗くない。そうだから、ずっとこう元気と、あ、動かな動かなみたいな。へえ。その代わり冬場行くと暗い、逆やから。あ、そっかそっかそっか。3、4時間ぐらいしか明るくないねって。あとずっと暗いから結構変な人鬱になる人多いですよ。へえ。精神的に欲しいね。だからやっぱ明るいとこに行かない。なるほど。だから今日本もあって暑いってけど、火を浴びるって大事らしいよ。確かに確かに。まあ、あんたも家でばっかおったらあかんのよ。そう、それじゃあかんな。外出てちょっとは火浴びるっていうね。なんかハマってよくないの、ゲームとか家おったら。家何してんの？ゲームもせん。何してんの？筋トレ？寝るか食べるか。もう豚みたいな生活を。え、そんなあんたさ、うん、食べてすぐ。寝るね。寝れませんって。寝るの？めちゃくちゃ寝るんですよ。ほんまに。びっくりするぐらい寝るから。もう休みの日とかだから、夜の2時に寝て、昼の12時ぐらいの。ちょっと待って、夜の、あ、いや10時か。
3、4、5、そうだね、10時間とかもずっと寝たりする。で、横にペッ、あの水だけボンと置いといて。起きひんの？お、だから喉乾いたら起きて飲んで、まずすぐ寝て、もう動かない。すっきりしたら 寝へんの？あんまり、あんま寝なさそうだもんな。寝てる？寝るわ。寝顔可愛いって言われてどんな感じなの？ちょっとやってみて。どんな感じ？うん。いびきかけへんの？かいてそうやけど。なんなんそれ。あんた部屋もこいてそうやろ。私もいびきかかんかへんねや。たまにてる。疲れた時やろな。自分で若いもんで誰とも人と寝えへんから。あ、そかそか。かいてるよとも言われへんもん。疲れた時とか書くんやろうな、多分。って言うよね、人って。書いてんのかな。お酒飲みすぎたりとかさ。ああ、恐ろしい。知らんって恐ろしい、私。怖いな。誰かに撮ってもらいい、今度。だってこれ、そんな寝てない。今、寝てるわ、寝てる。何時間ぐらい？3時間。いや、短い。じゃあ見てよ。ジョーク。6時間ぐらい、ね、6時間ぐらい。昼寝もすんの？昼寝っていうか、もうだから、そのずっと寝てるから、お昼になってんねん。もう、昼寝じゃないねん。ほんで、起きて何するの？え、起きて運動筋トレ、定食食べに行って、近くの、うん、定食屋さん食べて、うん、またちょっと寝ると思う。何定食最近食べてんのは、米ナス、ナスになんか味噌みたいなのめっちゃ。田楽やろ。田楽、ナス田楽ってこと。米ナスじゃん。米ナスっていうの多分味噌みたいなの塗ってんだよ。うん、美味しいよな、あれ。美味しい。あればっかり食べてます。で、ご飯と、そう、ご飯大盛りにして、で、ご飯食べて、また家帰ってなんかな、楽しいことをしたいよね、もっとね、夏はね。なんかさ、どっか行けへんの、うん、旅行。あ、でも今週あれやん、隅田川の花火。知ってた？知らない。しかもあのね、足立花火大会って選手あって、やばかったらしい、人が。だからもう何年ぶりかの花火やから、多分もうみんなもうここぞとばかり見に行ってると思うんやけど。そういうことやんな。隅田川ですよ、今週は。はい、行くの？いや、見に行けたら行きたいなと思って。いいな、友達とかな、誘って。なんか浴衣とか、最近ちょっとね、最近できた友達に、うん、なんか盆踊りが好きやねん、その子、うんうん、で、盆踊り行きませんみたいなこと言われて、え、やってんのとかって、結構やってますよとかって。浴衣貸したる？貸したる？うん、持ってんの？うん、あれ来てよ、それ来てよ。だから浴衣着たいなって、着る機会がまだいいから、お店でもいいんだけど、その子は浴衣着て盆踊り行くねんって。大体一人で行くんですよ。一人で飲んで踊んでって、こうやって。いいんですよね、やっぱあの空間が。すごい、盆踊りって。なんかあったかくて。好きやっていうね。一人で行くんやん。そう。いや、わからんでもないかも。で、今度一緒に行くわ、みたいなこと言ったら、行きましょう行きましょう、みたいな流れになって。めっちゃいいよ。みんなニコニコしてさ、踊ってさ、地域のおばちゃんとか、若い人も、年配の方も。で、ちょっとこう、浴衣着て、その盆踊り会場行くまで、ちょっとワクワクするしね。そう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 。ゲタ履いて。カランコロンカランコロンカランコロン、ゲタ鳴らしてさ。え、ゾウリは赤のゲタなの？ゾウリでもいいんちゃう？ゾウリでもいいかな。うん。あ、そう。いいと思う、いいと思う。行ってみようかな。うん、絶対、あの、夏感じれると思う。いや、もうだってもう言うても、7月ももうあと少しやしな。早いよ。あと1ヶ月ちょっとやで、ね、夏も。もう下半期やで、ね。うん。2023年。あっという間でございますわ。締めくくりやん、フィンランドは。夏休み？うん、上半期の。そうね。で、私、まあ、8月誕生日やから、うん、ちょっと8月はね、お店もとか、私、ちょっと、ゆっくり。リフレッシュね。おろうかなとか、ちょっと東京にね、なるべくはおろうかなと思ってるんで。うんうんうん、え、あとどこ行ったことあるの？海外どこ？カナダ。意外。よかったよ。カナダ行った。プライベートで？ええや、なんか、修学旅行で。そうそうそう。そういうとこの子だよね、やっぱり。全然とこじゃない。隠してたやろ。隠して。絶対そうやわ。いやいや、そんなことない。それの時も、夜が長かったのだけ覚えてる。あ、やっぱりね。向こうも北半球やから。そう。夏場行ったら、楽しかった。楽しかったよ。何したんかな。ロッキー山脈行って。寒いで、でも。そうやんな。海外いいな。めっちゃ寒い。海外いいよな、やっぱりな。うん、たまに行ったらリフレッシュするし。どっか行きたいとこある、うん、今後。ヨーロッパやっぱいいよね。だーん。でもなんか旅行行った人がみんな共通して言うのは、うん、オランダがめちゃくちゃいいやとか、街の雰囲気とか、その穏やかやったり、もうすごいおしゃれな、その古い建物があったりとかするって言ったから、行ってみたいなって思うけど。いいよな、オランダもいいな。あと私、クロアチアとか行きたいんだよね。そんなにあるやろ。何あるかもわからんけど、私も行ってきた人が良かったそうなんや、行ってみたよね。うーん。
下半期どう楽しむか、はい、まさちゃんをゲストにお届けさせていただきました。はい、はい、今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます、はい、よかったらいいねボタンとフォローの方どうぞお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。